ベン・ネビスさんは、イギリスの山。ハイランド地方、ロッフォアバー地区に連なる、グランピアン山地の西端に位置し、ホートウィリアム市街に近い。イギリス諸島の最高峰である。スコットランドの山々でも知名度は高く、地元住民や登山家には、座弁として知られている。登山者は、年間10万人に上るが、その4分の3は、麓のグエン・ネビスから、山の南斜面を進む。 ポニートラックから登る。他方、国内最大級の高さ700メートルを誇る北壁は多くのクライマーや登山家を引きつけており、幅広い難易度のスクランブリング内し、ロッククライミングルートが用意されている。アイスクライミングにおいても、イギリスで重要な位置を占める。標高1344メートルの山頂には、1883年から1904年まで稼働した。 速攻書の廃墟が残る。当時記録された気象データは、現在でもスコットランドの山岳気候を知るための重要なデータである。チャールズ・ウィルソンはこの速攻書での勤務経験からインスピレーションを得て、霧箱を発明し、ノーベル物理学賞を受賞した。ペンネ・ネビスは、スコットランドゲール5名のペニバッシュの英語表記である。ペンは、山で、 二場所には多様な解釈がなされるが、一般的に悪やる、または有毒なと訳される。また、ペニバシュは、ペニャバハシュから転化したとの説もある。ニャバは、天国、または、雲、バハシュは、男の頭頂部で、頂に雲がかかった山とか、天国の山の意味になる。この山は、北東のカーンモルディアム山とおねずたいに3階を形成している。 アオナックビーグさんとアオナック、モル山もネビス3階にあり、これら4座は、スコットランドに9座ある1200メートルミネの一部で、ある。これ以外の小座、すなわちベン・マック・デューイさん、ブレイディアックさん、ケーントゥール山、スゴール・アン・ロチャイン・ワイネーさん、それに、ケーン・オームさんは、ケーン・オーム山地に位置する。山の西側と南側からは、長さ2キロメートル。 標高差1200メートルにわたって、ネビス渓谷まで坂が続いており、これはイギリスで最長かつ最も険しい坂である。そのため、渓谷から見上げる山陽はかなりどっしりしている。北からは、標高差600メートルもの建谷が、コイアレースに向かって伸びており、標高680メートル地点には、チャールズ・イングリス・クラーク記念小屋が立っている。これは、 スコットランド山岳会の所有で北壁登山のベースとなっている。標高1344メートルの手法に加え、万ーテーブルズを越すスコットランドの山々の一覧表。テーブルズは表の意味には2つの峰が記されており、2つともカーンディアグと呼ばれる。このうち手法から北西に位置する標高1221メートルの峰は ホートウィリアム方面から見ると、よく手法と間違われる。もう一方は、手法の南西に位置する標高線2 0メートルの峰で、ネビス渓谷から突き出たようにそびえている。渓谷から見るアンツイードの丘のヘリを通って、西斜面を登るのがポピュラーな登山ルートである。山は主に今から4億年前のデボン期の日なり岩で構成されている。 変性岩の変岩に干入したものと考えられ、これにより、同心炎上の環状山脈が形成された。これら火成岩のうち、最も地中深くで形成されたものが内火光岩で、ミールアンツイード湖より、標高の高い山の南斜面とカーンモルディアーグ山と、主砲との大根は内火光岩である。これに対し、ミールアンツイード級は、赤みがかった外火光岩である。 山頂と北壁は安山岩と玄武岩質溶岩からなる。氷河の侵食作用で削られ、現在の山並みが形成された。菅川甘い無山から山の南側を眺める標高と海に望むその地勢から山は冷量かつ曇りがちで、登山にはそれなりの装備を要する。1883年から1904年にかけ稼働した。 山頂速攻所の気象データによると、5月と6月には55%、11月から1月には80%、近い日に霧が立ち込めた。年間平均気温は低、摂取0.5度で、冬の平均気温は低、摂取5度前後。年間261回もの強風が吹き、年間降水量は4350ミ、mm、リメートルであった。冬には、春や夏のおよそ2倍の雨が降る。 北側のガリーを中心にほぼ一年中雪を見ることができ、なくならないうちに新雪が降る年もある。リネコ。対岸には、ベン・ネビスサンとフォート・ウィリアム市街が見える1771年8月17日に、エディンバラの植物学者、ジェームズ・ロバートソンが、標本採集のため登ったのが、山の初登頂記録である。1774年に登頂したジョン・ウィリアムズは、 初めて山の地質構造について書き記した。1818 18年には、ジョン・キーツが登頂に成功し、ベン・ネビス登山を階段を使わずに、セント・ポール大聖堂を10回よじ登るようなものだと例えた。ベン・マック・ドゥイさんとグレート・ブリテン等を呼び、アイルランド島最高峰の座を争っていたが、1847年に、イギリス地形測量局が、 ベン・ネビス山を最高峰と認定した。1883年の夏には山頂速攻所が稼働し、21年間にわたり観測を続けた。建設資材の運搬にはポニーが使われ、最大勾配18度の山道を往復した。登山道と速攻所の開設によって登山人気は高まり、1894年のウェストハイランド鉄道法と ウィリアム・エンシンもそれを後押しした。これに乗じて山頂まで、ラック式鉄道を付設する案なども出されたが、立ち消えとなった。2000年には、スコットランドの環境保護団体、ジョン・ミア・トラストが山頂を含む山の南側一帯を購入した。ふもとのベンパス。よく整備されている、最も優しく、かつ、人気のある登山道は1883年に、 敷設されたポニートラックである。この道は、フォートウィリアム市街から2キロメートルほどのネビス、渓谷東側のアジンティーから始まる。渓谷には、西岸のビジターセンターとユースホステル付近から橋がかかっている。起点から険しい道を進むと、ミールアンツイードこの暗部に至り、そこからまた石ころだらけでつづらおりの道を登る。路面状態は、良いものの、頂上付近には、 不安定なガレ状、岩、玉石などがあるため滑りやすく危険である。道が折れ曲がっているので勾配はそれほどないが、下りはきついため初心者は膝を守っておいた方が良い。雪を深くかぶった尾根。カーンモールディアム山頂からフォートウィリアムから A82 号線で北東に、数キロほどのターランディは、県客のヒルウォーカー向けの登山道の起点となっている。 登山道はあるとアムフイリン川に沿って続き、ミールアンツィードコに出る。それからチャールズ・イングリス・クラーク小屋に降りて、カーン・モルディアムーさに登場、オネを伝って、ベン・ネビス山頂に至る。全体で1500メートルも登るため、それ相応の体力と高所に対する慣れが求められるが、ポニートラックルートからでは見られない他壁の壮大な、眺めが堪能できる。ネビスガーグ駐車場から、 カーン・ディアー・グさんの南東か、頂を経由して登るルートもある。クライミングポイントこそないが短い分勾配も急で、見客向けのコースとなっている。戦争記念碑山頂部は40ヘクタールほどの岩勝ちの大地で、最高点には大きなケアンと地形測量局の三角点が置かれている。今でも速攻所の廃墟が残り、速攻所の塔の上部は悪天候の際に身を寄せる。 非常シェルターになっている。塔の基礎部分は最高点よりもわずかに低いが、シェルターの床は数フィート高いので、イギリスで最も高所にある人工物ということになる。隣接して第二次世界大戦の英霊への記念碑がある。2006年5月17日には、山の大部分を所有するジョンミアトラストが最高点のケアンの真下に渦漏れていたピアノを掘り起こした。 20年以上前にダンディから事前事業で持ち込まれたと見られている。イギリスの最高点からは条件が揃うと1 9 0キロメートル先まで見渡すことができ、トリドン丘陵、マーベンさん、ロッホーナガールさん、ベンロモンドさんや、グレートブリテン島最北端のケースネス、ヘブリディーズ諸島最南端のバラヘッド、北、アイルランドまで一望できる。速攻所の廃墟と、 ケアン山頂速攻所の建設計画は、世界各地の高所で、気象観測施設が建てられていた1870年代後半に、スコットランド気象協会が発案した。1881年夏には、気象学者のクレメント・リーンゼ・ウランジが山に登り、毎日気象観測を行った。SMS の主導で1883年10月17日に、常設速攻所が開所し、 財政難で閉鎖に追い込まれる1904年まで有人観測が行われた。20年分に及ぶ気象観測データは、クレートブリテン島の重要な山岳気象データであり続けている。1894年9月、上勤スタッフの代理として2週間測攻所に勤務したチャールズ・ウィルソンは、そこで影が雲に映ることで起こるブロックン現象や光感現象を目の当たりにした。 ウィルソンは早速速攻所の研究室でこの再現を試み、放射線の秘跡を見るウィルソンの切り箱を発明した。4月初めの山頂から南西方向を見る。崖のヘリが蛇腹状になると遭難の危険性が高まる人気と気候、それに入り組んだ地形が相まって山では遭難事件が後を絶たない。1999年には41人が レスキュー隊に救助され、4人が死去した。視界不良で誤った方向へ進んでしまい、遭難したというケースもある。人造のような形の山頂部は3方が切り立った崖で、銅に雪が被った際にはさらに危険性も増す。山頂から西斜面に下るときは、正確な2つのコンパスで方角を見極めることが肝心である。1990年後半には、 霧がかった山頂で登山者を安全に下山させるため、ロッハ・ホアバー山岳救助隊から2名が山に派遣された。彼らは登山者の入山規制を行ったため、山岳クラブの間で論争を巻き起こした。批評家たちは、山頂のケルンや派遣された2名こそ自然に対する余計な干渉であり、登山者たちに見せかけの安心感を与え気を緩ませていると論じた。一方、 救助隊の支持者らは、遭難事故の多さを指摘し、山岳救助の長い伝統として、彼らには潜在的に登山者の命を救う役目があるとした。現在、ポニートラックには、山頂の方角を示すしっかりしたケルンが随所に置かれている。北壁の主なクライミングポイント。 カーン・ディアーグ・ビュートレスとキャッスル・リッチは、写真よりも右にある山の北壁は強壁、オネ、ミネトも急瞬で、クライミングポイントも多い。ルートの多くが4月下旬まで雪に包まれるため、冬にはクライミングの山として、その重要性も増す。スコットランドでも早くから登山家たちに目をつけられ、山頂北西のオネの初登頂記録は1892年に遡る。 1929年には、スコットランド山岳会が、北壁のふもとの小屋レースに、チャールズ・イングリス・クラーク小屋を建てた。小屋は、その隔絶性から、イギリスで、唯一の昇進証明の山小屋とも言われる。今でも冬を中心に、多くのクライマーが訪れる。タワーリッジは、北壁の四大尾根の中でも最も長く、600メートルを登らなければならない。 技術はそれほど必要なく上級者は命綱なしで登ることもあるが風が強い。キャッスルリッチは比較的優しいが山頂に最も近いオブサーバトリーリッチは激難に分類される。タワーリッチとオブサーバトリーリッチの間にはガーディールーガリーがあるがこの名はフランス語で糞尿への警戒を意味するガルドアローから来ている。かつてスコットランドの各都市では 家の窓から糞尿を通りに流していた。速攻所はこのガリーにゴミを捨てていた。ノースイースト壁は4大根の中で災害で、アタックには熟練した技術と熱意が必要とされる。難易度が格付けされた、クライミングポイントは、カーンディアグ壁、ノースイースト壁、オブサーバトリーリッチを中心に、北壁全体で数十カ所に上る。ルートの開拓は、期に活発となり、 1937年にオブサーバトリーリッチのルビコンボールを史上2番目に投範した WH マレーはその著書マウンタニーリングインスコットランドの中でルビコンボールを最も難しいルートと述べているこのほか、JHB ベルが開拓したロングクリングはグレートブリテン島で最も長いルートとされる2008年にはデーブ・マクレオドが2年に及ぶ 計画の末、エコウォールと呼ばれるルートの初登壇に成功した。ベン・ネビス北壁は、スコットランドの冬山登山、アイスクライミングにおいて、最も重要な位置を占める。これは、遅くまで積雪が残るためで、年やルートによっては、冬のコンディションが春の半ばまで続く場合もある。大半のルートは、アイスクライミングに適しているが、スコットランド山岳会は2009年、 地元の山岳救助隊の要請に基づき、4を大根の一つであるタワーリッチの難易度をグレード4に引き上げた。不幸や事故が毎シーズン後を経たないため講じられた措置であった。最も人気あるアイスクライミングルートはカーン・ディアーグ壁のザカーテンで、最も難易度の高いルートは冬のセンタリオンである。1979年のレース1979年の レースベーン・ネビスさんにおけるヒルランニングの歴史は1895年にまで遡る。初めて登山タイムを残したのは、フォート・ウィリアムの理髪師、ウィリアム・スワンで、同年9月27日頃に、フォート・ウィリアムの旧郵便局と山頂との間を2時間41分で往復した。スワンの記録は後年更新されていくが、1898年6月3日には、 スコットランドアマチュア体育協会のもと初めてレースが行われた。10名の参加者はフォートウィリアム近郊のバナビーにあるロチェルアームズホテルからスタートしたためフォートウィリアム市外からスタートしたスワンよりは若干長いコースになった。優勝者はター・キャッスルで両馬管理人をしていた21歳のヒュー・ケネディで記録はスワンと同じ2時間41分であった。レースは 山頂速攻所が閉鎖される1904年まで、あと2回行われた。うち1回目は、ポニートラックの登山口にあたるアチンティーから、山頂までのコースで、速攻所の作業員にエウェン・マッケンジーが記録を丸々1時間、塗り替えるタイムで優勝した。2回目では、起点が、ォートウィリアムの原郵便局に変更となったが、マッケンジーが2時間10分で連覇を果たした。以後、 この記録は34年間破られることがなかった。その後、レースは1937年に再開され、現在も続いている。日時は9月の第1土曜日で、定員は500名、ホートリアム近郊のクラガンパークサッカー場と山頂と往復する距離にして1 4トル標高差1 3 4 0ルのコースである。山は、急峻なため、エントリーには、 昼レースに3度参加しなければならない。参加者には、雨がっぱ、帽子、手袋、ホイッスルの携帯が義務付けられる。スタートから2時間で、山頂に到達していないものも途中で折り返す。2010年時点での大会記録は、男子がケニース・チュアートの1時間25分34秒、女子がポーリン・ハースの1時間43分25秒で、ある。 チャールズ・イングリス・クラーク小屋に至る象形その知名度と人気によって、ベン・ネビス山では、現在、人間による自然環境への悪影響が懸念されている。この懸念が、スコットランドの自然保護団体、ジョン・ミア・トラストによる2000年のベン・ネビスエステート購入にもつながった。このエステートは、ベン・ネビス山の南部及び山頂とカーンモール・ディアーグ、山、それに、 アオナックビーグ3を含み、総面積は1700ヘクタールに及ぶ。ジョンミアトラストは、ネビスパートナーシップの中央委員会にも代表を送り出している。このパートナーシップは2003年に行政とグレン・ネビスの住民、山岳関係者らが設立したもので、今後の方針や保護、管理活動、環境保全について指導し、登山客に、 楽しみとネビス地域についての正しい理解を持ってもらうことを活動目的としている。これまでには登山道の補修や登山客誘致戦略の策定などをしてきた。中央委員会にはジョンミアトラストも含め9つの組織が参加している。パートナーシップの活動で物議を醸したものの一つに山頂の戦争記念碑周辺に登山者がはめていった多数の記念プレートの撤去がある。 盗聴記念にプレートなどを残しておくのはナンセンスだとの意見が多かったためパートナーシップでは2006年8月に清掃活動の一環としてプレート群を撤去した持ち主が見つかったものについてはその後順次返却した2005年にはポニートラック上のゴミが BBC ラジオ55などのマスコミから注目されたこれまで自然清掃活動に尽力してきた ウェールズ中部出身の元ソーシャルワーカー、ロビン・ケバンがやってきて、ゴミ拾いを行ったのである。結果多くのメディアが取材に訪れ、協力者も現れた。フォートウィリアム郊外の上流所では、ベンネ・ネビス・ディスティレリーというシングルモルト・スコッチ、ウイスキーが作られている。1825年に、 ジョン・マクドナルドが設立したスコットランドでも最も古い認可上流所の一つで市内でも人気の観光スポットである。水は山の北側のホラー穴から流れ出る湧水を使っている。スターリング郊外のブリッジ・オブ・アランでもベン・ネビスという有機エールビールが醸造されている。ベン・ネビスは1854年に テキサスのベンド人と呼ばれる移民グループをドイツのラウージッツからテキサス州まで運んだホワイトスターライン社所有の定期船の名前でもある。この時代から少なくとも8隻の輸送船にも同様の名前が付けられた。ありがとうございます。